江蘇省混山市は4月2日から感染症対策を強化し、ほぼ都市封鎖状態となりました。混山は電子部品 OEM 生産のメッカで、台湾企業の AUO やコンパルエレクトロニクスといった電子部品メーカー大手が軒を連ねています。混山の都市封鎖によって、テレビやスマートフォンをはじめとする電子製品の生産にも影響が出ると見られています。昆山封城了。全部在高速上面。刚才警车过来喊说掉头，在这上面等是没有出路的。往哪里掉？现在往哪里掉？中国大陸で感染症が拡大したことで、台湾企業が軒を連ねる昆山でも感染症対策が突如強化され、4月2日から6日の間、企業は輪番休業と在宅勤務を要求されたほか、市外との交通も規制されて、事実上の都市封鎖となりました。南亜、対抗電子材料、近郊などの台湾企業はすでに当局の方針に従って、操業を一時的に停止、または閉鎖管理をすると発表しています。一辆車也没有、人也没有。今天做完核酸也不允许出去。混山はパネルや PCB、電子部品の OEM 生産、ノートパソコン部品の一大生産地で、パネル大手の AUO や電子部品大手のコンパルエレクトロニクス、ペガトロン、ウィストロンといった台湾 EMS、電子機器受注製造サービスはすべて混山市に工場を構えています。ペガトロン混山工場は iPhone 生産にも関わっているほか、他の電子製品の受注生産も行っています。AUO は現地当局による都市封鎖と交通規制を注視しているが、現時点では短期的には影響を受けないだろうと判断しています。ウィストロン混山工場は、主に IoT と中小サイズのモジュール製品を生産しており、売上全体に占める割合は大きくはないため、やはり影響は軽微だとの見解を示しています。コンパルエレクトロニクス混山工場は主にノートパソコンの OEM 生産を行っており、物流が止まると製品の出荷が影響を受けるため、重慶工場に増産を要請する方針だと発表しています。業界関係者は、混山は電子部品企業の集まる重要都市であり、今回の都市封鎖が世界の電子産業に与える影響は、上海の都市封鎖を上回るのではないかと憂慮しています。NTD ジャパンがお伝えしました。